前半は賛同するけど、後半については会議だね。それぞれの潜在的能力の補助がメディアの役割？俺はそうは思わないね。ある事柄を通して心を通じ合わせることができる。そのうちの一つにメディアがある。メディアは人間の五感をさらに発展させる人類の可能性の象徴だよ。あのね、いいでしょ、気持ちいいとか恋しいとかいうのはさ、もっと単純で原始的なものだよね。俺はそう思うよ。店長、女の子相手に熱くなったりしてさ、大人のくせに節操ねえな。節操がない？分別があるって言ってくれる？分別？違うよ、店長はいい年こいて気分とか態度にムラがありすぎるって俺は言いたいんだよ。黙れ、ヘルプミープリーズ。はい。そろそろこの勝負俺に預けてくれたまえ。いいえ、こんなわからず屋さん放っておけないよ。放っておけっての？はあ、もう憧れのカフェのオーナーがこんな人だったなんてショック。立ち直れないよ。ずっとしゃがんでていいよ。ただしこの店の外でね。あの二人？きっととっても仲良しさんなんじゃない？気になる？ミフちゃんみたいな素直ないい子って意外にトビーみたいなひねくれ者と合うのかもな。知ってる？出る。ほーら、気になってる気になってる。じゃあ、ところで湊さんのことはどう思う？うん、湊さんだよ。ちょっと奇妙なところがあるよな。だけどさ、いい感じだよな。美人だし、胸でっかいしな。ほーら、気になってる気になってる。
従業員の港さんだぞ。あ？港さんだぞ。翔吾？変なやつだな。何言ってるんだ。カフェの従業員にいるだろ、港さんっていう人が。お、じゃあな。秘密、絶対言っちゃダメ。どうして？それって秘密にするようなことかな。秘密？ほいじゃあ、ゆえは黙ってるね。ダメダメ、見せてあげない。ひみつ。解析？違うよ。渋くて超イケてる大実業家だよ。それで二人は恋に落ちちゃうの。付き合ってる人とかいるの？彼女だよ、彼女。そっかそっか。わあ、まさか、もしかして好きな人とかいるの？
夫だ。ねえねえねえ、来て来て見て見て、いろいろ売ってるの。早くこっちこっち。タマ、ほらさっきのをまた言って。これが丸太島の人魚のなった。こっちが大地の伝説の果実の種。それとトカゲの尻尾入りの琥珀。はあ、すごいよね、ショーゴ。になったんだよね、タマ。うん、そうだよ。たった今友達になったんだよ。ほやほやだよ。すっごいよね、ショーゴ。難しいこといっぱい覚えちゃうんだから。すごいな、頭は。昔学校で先生に、君はやればできる子だって言われたことあるんだ。えへん。うん。あ、それ何？願い。願いを叶えるペンダントだよ。夢が叶うペンダント。
自分で買っちゃったの？